ご機嫌回数相変わらず避けるってレベルじゃねえぞ。なぎはらこそが魔王の器、魔王にふさわしきもの。
それでやむな自らなぜ消化パンデモニウムをいただきで果たしてあなたは何を見るのかバーンエアリゾーもっと美しくもっと美しくバーンエアリゾーあなたの魔王の資質を試してあげるSlug
るあのレクイエム。この小娘、我と手合え。見かけない顔？選抜大会の参加者ではないわね。何の因縁か知らないけど、今忙しいから後にしてもらえる？なっとらんの。最近の若いのは。そなたも魔界の闘士ならば、売られた喧嘩は買うのが礼儀というものじゃ。偉そうなやつ。怪我したって責任取らないんだからね。我が前に力を示せ。口張りになる。これはどうかな。口果てるなよ。行くぞ。バーンフィアリード。これはどうかな。見えるぞ。なるほど。良い才覚を持っておるわ。そなたがさらなる力を求めるならば、またいずれまみえることもあるであろう。この大会を勝ち抜いた暁には、終焉の大地、ヒュペルボレイオスを目指すがよい。そこでそなたを待っておるぞ。あ、ちょっと！この私が手加減されていた？屈辱だわ。ダメダメ。今は大会に集中しなくちゃ。光は召喚。バーン
セレスの妹さん、ご苦労様です。もう予備戦もしゅ、さすがセレスの妹さん。お気遣いなく、いつものことですから。竜の直系の力を引き継ぐ姫、そう、覚悟を。はい。負けた時のことなんて考えても意味はない。バーン、最低を尽くすのみ。
うわね。待っててくれたの。ずいぶん余裕かまして。私はこの大会に勝って魔王になる。東や中央の勝負。粉砕する。粉砕する。食らえ。私は捉えきれないわよ。
この一戦を誇りに思うわ。